お届けの瞬間ですから。こんなに行ったり来たりしながらできるもんだとは知らなかった。もう企画としてバイオリンケースがあるものと思ってたんですよね、あれ。うわ、すごい。めっちゃかっこいい。はい。これ世界一つですね、今。はい。で、ちょっと開けます。ビービトンの。これなんていうんですか、カラーの。モノグラムじゃないですか。エクリプス。エクリプス。エクリプスも。うわ。ついちゃう。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。はい。おおおおおお。すごい。さらに袋の中に。うわ。特別な非売品のプレゼントになるんです。そうなんです。非売品なんですけど。中のレッドに合わせて、はい、はい、うわ、これバイオリン包むにはもったいないでしょ。うわ、すごい。え、巻いた方がいいんじゃない？間に合いです、間に合いです、先生。これかっこいいな。ミーシャルの刻印ができますので、もしよかったら、はい、こちらでまた見つけようと思います。刻印白っていう感じですか。はい、してもらおう。この辺かな。そうですね、こちらが良ければ、麻生先生のご希望の、もし、イニシャルをお入れいただきます。フルネームでも。はい、どうしよう。それか入れるバイオリンの名前入れてもらおうかな。ベルジェスって入れてほしい。ガルネリっていうのが、うん、ガルネリさんっていう一家のデルジェスっていう人が作ってるんですけど、うん、アンドレア・ガルネリとかあるんですよ、うん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 、アンドレアっていう人の作ったのはガルネリ、はいはい、デルジェスのお父さんとかだから価値がまた落ちるんですよね。そうなんですね。じゃあこのデルジェスで入れさせていただきます、うん、最も今ストラディバリウスよりも価値があるバイオリンなんだ。ストラディバリウスの方が本数あるからね。1年ぐらいかかりました、はい、これ。いやで、閉まればいいって。よいしょ。逆に皆さんはどんな見えるんだろうね。トランクに入れたいものって何ですかね。そうですね、今日も実際この1個前にお客様と着任でタワーを3タワーぐらい作ってきたんですけど、はい、あの中に、はい、物を入れるっていうよりも、うん、こう外見で作るっていう方もすごく多いですね。うん、はい、インテリア、インテリア、はい、これ
これは僕は11億円で買いましたよ。知る限り世界で一番高いものです、はい、高いものをこう集めて先生だけの針に、はい、針の方でこう行かれてますので、両方開くんですよ、あっちとね、はい、あっちにはストラディバリウスを入れる。ありがとうございます。はい、ぜひ。すごい、何ですかこれは。これは絶対に気に入っていただけると思います。うわ、すごい。ひまい。うわ、すごい。毛布これ。すごブランケットなんですけれども、ちょっと涼しくなってまいりましたので、もったいなくて使えないよ。え、2枚あるよ。あ、5番で、はい、すごい。ご自宅でもいいですし、うん、ちょっと船の上でもいいですし、もったいない、もったいない、ちょっと肌寒くなってくるので、ありがとうございます。ぜひご愛用いただければと思います。ありがとうございます。すごいな、ここに LV って書いてます。非売品です、メルカリで売ってません。すごい、はい、ルイ・ヴィトンのバイオリンケースが、1年前にオーダーしたものが今日やっと届きました。見てください、これ。この柄はモノグラムなんですけど、エクリプスっていう柄で、この柄が出た時からずっとこれで作ろうと決めてました。トランクで世界に1個バイオリンケース。嬉しい。